それでは、年度更新の仕組みの全体像から確認します。まず、年度の初めに概算額を前払いします。その時期は、6月1日から7月10日までです。そこで納付する金額は概算額です。すなわち、その年度に支払われるであろう賃金総額の見込み額をもとに、保険料額を計算し、前払いします。これを概算保険料と言います。そして、ちょうど1年後、その年度が終了し、賃金総額が確定した段階で、その年度の保険料額の確定額を計算します。その額を確定保険料と言います。その上で、支払い済みの概算保険料の額と、確定保険料の額を比較します。結果、概算保険料の額よりも、確定保険料の額の方が多かったという場合は、払い足りない分がありますので、その差額分を納付することになります。逆に、概算保険料の額よりも、確定保険料の額の方が少なかったという場合は、払いすぎた分がありますの